パッツンで、はい、前髪パッツンで、もう一直線で、はい、大丈夫ですか？かっこいいよりも一直線でお願いします。わかりました。もう、もう一直線で、はい、かっこよさいらないんで、パッツンパッツンで、格好悪くパッツンでお願いします。いや、格好よくはいいよ、パッツンで、うん、これ以上ね、モテたら困るじゃん、うん、もうパッツンなってるわ。もうちょっとネタ感出てきたぞ。あとで、はい、わかりました。すいません、うるさくて、これ、乾かしてみて、乾かしてみて、あ、ほんと、サゴ城みたいにしてほしいんですよ。サゴ城みたいに、サゴ城、あの、孫悟空の、あ、サゴ城、あ、サゴ城、はい、変な赤さでやるよ。サゴ城、あの夢で、うまいなぁ。あー、やっぱ、なるほどね。部屋だよ。格好つけてもやっぱそういうのは流行らないから、うん、流行らないんだね。気持ち悪いでしょ、これが格好つけてたら。またリスナー減っちゃうよ。あ、こいつ勘違いしてんなぁと思う。そうでしょ、勘違いしてるなぁとか、またモテようとしてるなぁとかさ、うん、だからあんまり来ちゃうのせや、髪型から変えてくる、うん、いらないから、やっぱね、中身で勝負しないと。見てくれとかどうでもいいの、ラインしといた。何ですか？いや、もう髪の毛がチリチリだったからさ。もうこれ乾いたらまだよ、いいんじゃない？どうなの？乾いたら。うん。よくなった、よくなっちゃったりして。でも、あの、チリチリのボサボサよりはかっこよくない？どう？チリチリのボサボサよりは。3000ナイスいかないか。もうきついわな、もう2700いってるから。もう閲覧以上だから。いかないわな、3000は。もうこれ。キャパ超えてるね。この辺だろうね。もう多分配信も湧かないから。閲覧より多いからもう。あとは他の端末ある人とかが押してくれるみたいな。
あ、2800円です。すごいわ。 iPad から、ありがとうございます。あと一番手っ取り早いのは、向こうに押してる人が寝返る、うん、手のひらを返す、そうそう、意地にならないでね、もうこっちに押してください。意地になってる系がいると思う、うん、仕事してる人もそれはできません。でも今現にこっち見てるわけだから、うん、シャーセンヨさんお願いしますね、6個端末持ってたら。あの、ちゃんと見せても、ちゃんと下がってるあれにか、ここに入れたので、ね、ここに入れたので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 、ナナちゃんリスナーさんいない？どうなの？あの頃は2人とも、なぜかしら、一応あのテテ風なんで。ささみちゃんとかどう？マッチやってる時3000とか言ってたでしょ。閲覧が4000とかいたからね、4000とか5000人いたから、多分3000ナイスとか。乾いたらね、乾いたら BTS ですもんね。時間経ったみんな、2時間ぐらい、うん、どうする。いや、これ乾かしてみて、もうちょっとここを攻めるか攻めないかの判断をするって感じだね。でも仕上げですよ、うん、今全体的に切ってもらって、前髪もう少し短く、ああ、でも一回ちょっとこれでって言ってくれてるんで、でもさ、今はいいけど、これ根元からまたくせ毛伸びてきたらどうなるんだろう。今はパッツンだけど、根元からくせ毛生えてきたらどうなるんだろう。ピースしてって言われて、耳出した方がいい。
いやもう髪染めるの無理だよ、もう無理無理、もう女の子って矯正して髪染める人とか何時間かかるの、やばいね、5時間ぐらいやってるのかな、5時間、地獄だね。4時間でも女の子はまあ大変だけど綺麗になるから嬉しいんだろうね、うん、多分そんな心境でしょう、まあ、嫌じゃないでしょう、疲れる、あ寝てるんだ、お前ちょっと喋り続けたけど、お、なんかいい感じじゃんね、好青年じゃん、ダメだな、ちょっと、あみんなに褒められてるからやっぱ短くした方が、若いやつ、もうちょっと切った方がいいんじゃない？眉上までな。どう？あの大学生みたいな韓国の。まあ本来なら多分無難なんだろうけどね。なるほどね、はいはい、マスク取ってみていいですか、うん、おちょっと大丈夫、おっとちょっとこれマスク、うん、もうちょっと切りますか、短く、うん、ダメですかね、切りたいんですけど、うん、切りたいです、もう、うん、もう切ってもらっていいですか、あとはあの戻れません、戻れなくても、うん、ま、眉毛の上ぐらいまで、うん、あこんな感じだ、おかしい顔してたかな、うん、あもうちょっと切ってください、お願いします、もうちょっと、ま、眉の上まで、ん、眉の上まで、はい、もう行っちゃってください、お願いします、はい、はい、まっすぐでいいですね、まっすぐで、うん、もう行ってください、もうがっつりお願いします、もう初日切るんでもう行きましょう、うん、がっつり、もっと上まで行っていいですもん、全然、おしゃれなんで、おしゃれに、もうあれだから、あの、はい、今日矯正したから、はい、短すぎるとそこを、くせ毛が出ちゃうので、あ、ゆったんありがとうね、うん、そうするともっといけないですかね、うん、もう行きたいです、うん、もうちょっともうあと1センチぐらいいけないですかね、ダメですかね、行きたいんですけど、
もうちょっとこれぐらいダメですか？ダメですか？もう行かせたい、行きたいんですけど、もう来てほしいです。もう中途半端良くないんで、はい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 。あ、もうはっきりと眉毛見えるぐらいまでいいですか？もうはっきりと眉毛映るぐらいで。あ、もういい意味な、もう今しか言えないから行くなら。これでもういい？こんなもんか？もうちょっとだけいけます？もうダメですか？うん、ダメです。ここまでだから。これが、こんなショットでダメ。ダメですか？これリスナー減ったらどうしようかな。ガチ恋いなくなるかな。ガチ恋いなくなる？減るかな。まあいっか。あ、ありがとうございます。いいです。かっこいいですか？うん、大丈夫。BTS みたいですか？BTS。BTS はもっと長いですよ。あ、もっと長いですか？うん、あ、眉毛ぐらい。ああ、そうなんですね。さっきあの BTS 言ってた。ああ、長くしてくれたんですね。うん、あ、50個。眉毛下までやってみて。ああ、これぐらいで。お、ゆうちゃん。ゆうちゃん、クリケットアニメで毎日綺麗ですか？このくらい大丈夫ですか？はい、もう大丈夫ですね。もうちょっと行ってほしいですけど、もうダメですもんね。やめたほうがいいです。あ、20個ないっす。はい、20個あります。重さはそのままで大丈夫ですか？はい、重さ、うん、重い方がいい。みんな重さは重くないとスカスカなっちゃうでしょ、うん、ね、このままでね、これでいいよね、うん、軽いとスカスカなっちゃうからな。お、ニューニコありがとう。スカスカはちょっとダメでしょ。うん、よーし、これで内容で勝負できるわ。顔も疲れてるんだよ。顔もね、疲れてるんだよ、うん、短い顔もすごい鼻が目立つわ。大丈夫ですか？大丈夫です。かっこいいです。ありがとうございます。ガチ恋大丈夫かな。ガチ恋大丈夫かな。最近リスナー増えたのに。大丈夫？みんな嫌いになった？嫌いになっちゃったかな。もう最悪オールバックやな。ありがとう。
皆さん、見た目を捨てたんでナイスお願いします。はい、見た目で色気づくのは捨てたので、あとは配信の内容で勝負するんで、内装してください。お願いします。もうネットホストとかね、もうやめるんで。ナイス、お願いします。ありがとうございます。アイテム、もうマスクつけといていいの。つかほんとなんかコメントしなくなっちゃったリスナーいるんだけど、みんな大丈夫かな、来なくなるかな。あ、どーん、チキ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 、ありがとうございます。大丈夫、3000ナイス来たー。しゃー、間違ってなかった。やっぱね、変に色気づくから気持ち悪いんだよ。来たー、あ、5倍来た。あやっす、どうだ、3000ナイス。あ、お花火、ありがとうございます。やったぜ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ、3000ナイスは。みんな想像できた？ありえないよ。もうやっぱ一度は地獄を見たからね。あ、花火やります。俺がやっぱ通ってたからさ、この店、うん、ですごい好きだったから、やっぱね、このお店に感謝ですよ。あ、まきちゃんナイス。皆さん、あの新大久保のパリ美容院、皆さん来てくださいね。もう本当にね、あの人があったかいんで、で、あの隠さないんですけど、僕のおじいちゃんは韓国人なんで、はい、で、お母さんは日本人で、まあ親父が多分2世になるのかな、はい、だから来てください。どんな髪型もできますもんね。はい、はい、できるんで、すごい居心地がいいんでね。タバコも吸えますよはい、タバコもね、吸えるし、あと早いですね、手際がいいですね、手際が。あのピンポンの主人公みたいな。あ、ね、すごいよ、3000円。あ、おそ松くん、パタボー、ワッキー。あ、俺やっぱこれブスだよね、多分ね。イケメンはこういう髪型してもかっこいいんだよ、でもやっぱこれブスなんだよ。うん、やっぱブスって自覚持ってやらないと、やっぱね、ごまかしてたから。はい、お疲れ様です。あ、ありがとうございました。ブスはブスらしく色気づいちゃダメなんでね。よし、いや、ほんとおじさんだわ。やばいな、これ鼻がでかいんで。美顔機能使おう、美顔機能、鼻をちっちゃくしようかな。美顔機能使わないと。あー、サンデナイス、ありがとうございます。うーわー、
まあでもこれで3000ナイスいったからね、価値があったよな。価値があったよ。うん、そう思わん？うん、な、ありがとうございました。よし、じゃあ、マックの新作でも行こっか。あ、憧れです。皆さんありがとうございます。本当に押せる人はね、ナイスお願いします。もう気持ち、色気づかないんでね、気持ち悪い放送やらないんで、ね、ありがとうございます。あー、ほら、わかるよね。まだまだかっこよくない？どう？どう？デコ出したらまだ下ろしたこれじゃん。ほら、だからここ出して、ここできるわ、なんとかごまかせるよ。うん、アレンジできる。うん、大丈夫。うん、うん、うん、大丈夫大丈夫。はい、あ、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、皆さんもね、あの配信者の人で配信やれるんでね、やりたい人は来てくださいね。新宿でやれるんで、うわね、いいネタになるんでね。いくらですか、ちょっと。はい、今日、はい、全然もう多めに払います。はい12,000円の消費税が1,200円だから、13,200円です。あ、じゃあ、あの5,000円お釣りください。あの撮影料これやらせてもらったんで、いいです、いいです。大丈夫ですよ。1万5,000円払いますあ、みんな安いって言ってるんで、あ、1万5,000円で大丈夫です。あのポイントカードは、カードは、あ、ポイントカードはこれ、こちらですね。皆さん来てくださいね。はい、僕通ってるんで。はい、でポイントが貯まるとどうなるんでしたっけ？これあの現金と一緒なんですよ。はい、 5% ついてるので。はい、なんかポイント貯めるとお金になるらしいから、うん、今日入ってるから1,250円分さらに貯まるんでね、みんな、うん、1,250円分もう貯まってるから、すごい貯まりますよ。で、あ、5,000円でいいんで、はい、5,000円でいいです。はい、1万円もね、あ、5,000円でいいです。はい、あとは、あの領収書よかったら欲しいんですけど。領収書、はい、うん、これさあ、こちょー少林寺、あ、ありがとうございます。はい、稲中でもいけるって、少林寺でもいけるね。ブルースリーみたいな、こういうじゃん。いいですか？はい、はい、ありがとうございました。またお願いしますね。はい、また来ます。忘れ物ないです。また1ヶ月後ぐらいに来ます。はい、ありがとうございました。楽しかったよ。あ、ありがとうございました。はい、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 ありがとうございます。こっちああ、こっちか、うん、いいじゃん。まだやってないように、ほら、悪くないじゃん、かっこいいじゃん。あ、なんて、あ、大丈夫ですか？ ありがとうございます。みんな本当にいい人でしょう。やっぱね、技術とか人柄でお店選ばないとダメですよ。人柄で匂うじゃん。ほら、2、3日経ったら慣れて何の違和感もなくなるよ。うん、
似合う確かない。